こんにちは。はい、さあいよいよ日本シリーズ、はい、始まります。楽しみやな。楽しみですよ、はい。まあ、今年はね、関西ダービー、関西シリーズということで、はい、暑いな。暑いですで、はい、移動距離もないということで、ほぼ数キロしかないんだよ。そうですなあ、本当にそんな近いかなと思うけどね。いや、だから駅でもね、地下鉄でも本当に三重県近いっていうので、はい、いや関西がね非常に暑い、この秋ですけれども、はい、もうすでに、まあ、今現時点なんですけれども、オリックスが先発ローテ発表してきました、はい。まずは第一戦が山本由伸投手、はい、で2戦目に宮城投手、はい、で3戦目に東投手というところで、はい、で4戦5戦は舞台を甲子園に移します。3-4-5で、あ、そうです、3-4-5、はい、で東投手、山崎福也投手、田嶋投手ということで、はい。まあ、山崎福也投手はやっぱり DH 制のないところ、はい、まあ、ピッチャーがバッターボックスに立つと、まあ、そうだな、はい。まあ、ヤクルト戦もそうだったしな。そうです、打ちました、打ったな、はい、去年ですけれども、はい、というところで先発ローテをもう発表してきました、はい。で一方の阪神はまだ2戦目までしか分かっておりません、はい。1戦目が村上頌樹投手、はい、で2戦目に元オリックスでもある西勇輝投手が出てくるというところで、さあどうなるということで、日本シリーズ大予想、注目ポイントです。そうだな、はい。実は、はい、今年の交流戦で阪神とオリックスっていうのは3試合してるんですよ、はい。で2勝1敗でオリックスが勝っているんですが、実はその時対オリックス、対阪神のそれぞれのチーム打率なんですけれども、阪神は対オリックスに対して2割1分9厘、一方でオリックスは対阪神のピッチャーに対しては1割8分4厘と、実は阪神の方が打率はいい、まあ、いいとも言えないけどねですかね、いいとも言えないけど、うん、やっぱりね、このシリーズっていうのは、はい、やっぱ接戦になることはもう分かりきってるし、はい、どっちかが掴むか、うん、主導権をね、はい、どっちが調子よく入れるか、まあ、ここにかかってると思うんだよ、うん。でクライマックスの戦い方見てると、はい、阪神の打線っていうのは本当にね、そこに近かったよ。そうですね、うん、そこに近かった。でなんとか点をね、取りたい時に取れた、うん。で逆に言えば、オリックスの方は調子は良かったよ、はい、バッティングの状態は、うん。ただ状態が良かった中の、杉本がちょっと足の故障、はい、うん、紅林が左手首のちょっと故障で、はい、まあ、最終戦出れなかったという、ただ頓宮が帰ってきてるんだよね、はい。それ考えると俺、阪神は上り調子で日本シリーズに入ってくると思ってるんだよ。それはね、1、2番近本中野っていうのは本当に悪かったもん。あ、こんなバッティングってシーズン中あんまり見たことないなっていう、うん。ただランナーがいるときに近本がポンと打って初戦取ったとか、はい、まあ、そういうのもあったにしても彼らのバッティングではないし、うん。で森下もブリ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 振って、うん、1、2戦ぐらいまでは良かったけど、はい、あとはちょっと良くなかった。で大山も状態悪かった、はい。で里照もそんなに良くない、うん。で坂本木浪っていうのは、まあ、頑張った、うん。波を考えるとバッティングの、はい、俺上がってると思うんだよね。上がってるけど簡単に打てるピッチャーじゃないよ。もちろんそうなんですよ、ね、そうなんですよ。山本宮城って来られると嫌だし。ただこれ、まあ、交流戦の時1試合目が村上投手と山本投手の投げ合いだったんですけれども、この時は2対0でやっぱりオリックスが勝っていて、はい、山本投手を阪神打線は得点につなげられなかった、はいはい。で2戦目は曽谷投手と西勇輝投手の投げ合いだったんですけど、はい、これに関しては8対3で実は阪神が勝っていると、うん、はい。でこれ3戦目はこれ伊藤将司投手と山岡投手の投げ合いだったんですけども、はい、3対2でオリックスが勝っていると、はい。まあ、接戦の時にオリックスが勝っていて、阪神はもう打線がつながってパパパンと打ってる感じで勝っているっていう、この相性っていうのはどうなんですかね。これももちろん日本シリーズに、まあ、ただその投げたピッチャーが曽谷と、はい、西勇輝でしょ、はい。やっぱり曽谷っていうのはルーキーだしさ、うん、そんなに大きく期待してもかわいそうだよね、はい。ピッチャーの出来というよりもピッチャーの成熟度、はい、まあ、それで差が出たと思うんだけども、うん。だからまあ交流戦っていうのは一つの目安にはなるけど、うん、日本シリーズは別物だな、うん。別物なんですね。でね、宮城、山崎福也、田嶋、はい、これ3枚の強力な先発ピッチャーいるよね、はい。で左が多いんだよやっぱりね、うん、阪神は、はい、1番、2番、5番、8番、はい、
だからここら辺がどう機能していくか、うん、ここら辺がちょっと問題で、はい、それをこう埋めていく、まあ、例えばその大山であり、はい、森下であり、うん、こういうところがどういうバッティングをするか、はい、うん、だからこのポイントゲッター大山とか、うん、まあ、ノイジーだとか、うん、まあ、坂本、こういったあたりの前にランナーをどれだけ出すか、うん、だから左がポイントを握ってるよね。そうですね、うん、左バッターだけどクライマックスのカープ戦で状態が悪かったっていうのはこれから俺は上がってきそうな気がする、うん、下がったままではないと思う。やっぱ上がり目はあると。それはその試合がなかった期間の中で状態を上げるような何かがやっぱり一回こうなんていうの、試合をやって緩んでたものが締まったっていう感じがすると思うんだよ、はい、それと感覚的なもの、うん、それが蘇ってきてるという、はい、で固定で戦える強み、うん、だからそこに誰かをこう差し込んでいくだけでいいという、はい、オリックスの方はやっぱり日替わりメニューで、うん、ただその状態が一番良かった紅林と杉本がどうなるかわからないっていうことがちょっと辛いなという。そこですね、うん、最初は DH で、はい、じゃあ使おうかって、じゃあセデーニョが使えなくなる、うん、そうなんですよ、セデーニョがね、はい、なってくると厚みとすれば少し薄くなるというね、うん、そうか。あのどうしてもあのロッテとオリックスの戦いだけで見るとやっぱりその打の勢いっていうのはオリックスに非常に感じたので、うん、そのままこう日本シリーズにも来るのかなって思いきや、やっぱりでもそこに怪我人が出たりだとか、状態が良かったら落ちるだけしかないし、状態が低ければ上がるしかないし、はい、だからここがなんかこう逆転現象になるような気がするんだよね。で1戦目2戦目は京セラドームじゃないですか。これに関しては、まあ、京セラね、はい、阪神強いんだよ。そうか、あの8連勝とか言ってそうです、ね、京セラで負けないんだよ。だから地元より強いんじゃないかっていうようなやりやすさがあるんじゃないかっていうね、うん、そうですよね。あとそこに DH 制ってなってきたときに阪神はやっぱりミエセス選手を DH に入れるんですかね、か、はい、小野寺を入れるか、それか、はい、渡辺っていうのもチャンスがあると。鍋寮、はい、あの日本ハムの、まあこれ対戦成績は分からないけど、うん、力のあるピッチャーに強いバッターだから、はい、鍋寮が入ってくる可能性もあるよね。そうですね、うん、今打の方で見てきましたけど、打の方でじゃあそれぞれキーマンになりそうな選手というと、まずオリックスは誰になりますか。森だな。森選手、うんうん、やっぱ森だと思う。クライマックスシリーズでもライト守ってる、ね、そうそうそう、ありましたし、ただ頓宮が、はい、まあ、2打席立って状態すごく良かったんだよね、うん、だからここをどう使ってくるのか、うん、使えるのかフルでっていうのでもやっぱ厚みが変わってくる。そうですよ、ね、だから見えないんだよオリックスの方は。確かだってさ、杉本抜けた、紅林抜けた、うん、いや野口がいるよ、はい、でも杉本の代わりはなかなかいないんだよ、はい、で頓宮が使えるのかどうか、うん、これによってまるっきり変わってくるということな。そうですよね。この3人が使えたら相当な厚みを持つけども、うん、阪神のピッチャーから考えると抑えられるだろうなっていうような感じはするよね。だからこの森を避けりゃいいんだから、まあ、そういうことになりますよね。スタメンが発表されるまでに頓宮選手だったりとか、まあ、あと紅林選手、あと杉本選手らがどういう感じで戻ってくるのか、戻ってこれないのか、まあ、そうだね。そこですね、まあ、そこがやっぱり一つのポイントは握ってると思う、うん、オリックスの方は。オリックスの方は、じゃあ阪神の方は打はキーを握るのは大山だな。ああ4番大山選手、大山さとてる、ああ4番5番ですね、うん、大山選手が大山はね、ほとんどね調子を戻したらやっぱ打つし、フォアボールも取るし、うん、で溜まってくるところはサトテルなんだよ、はい、だからサトテルが打てるか打てないかっていうのは大きいな。そうですよね。あとその溜まってくるそのフォアボールに関してはまた交流戦なんですけれども12個フォアボールを取ってるんですよね、オリックスのピッチャーから阪神の、うんうん、あの打者たちは。このやっぱフォアボールっていうのも一つキーにはどうなんでしょう。後半になったらキーにはない。後半になったら、うんうん、前半はねそんなにあれだけども、うん、後半になったらやっぱ差し替えて選手を交代させて走らせるとか、うん、いろいろあると思う、はい、いやだから後半その12個がまとまって取れるんであれば、はい、それはやっぱこう阪神有利になる。そうですね。このピッチャーなんですけれども、やっぱオリックスのピッチャー陣、阪神のピッチャー陣、まあ、素晴らしいピッチャー陣が両方とも揃ってますけれども、どうですか。
どうですか、まあ、オリックスはやっぱ山本投手が、ね、山本に代表されるように、うん、いいよねやっぱりいいっていうか、はい、ただクライマックスのあの山本は確かにいいよ、はい、でクライマックスの時はあんまり調子良くなかった、うんはい、まあ、それを考えると先ほどの話じゃないけども、はい、上げてくるかなっていうような感じがするよね。あ、うん、で宮城に関しても、まあ、ゲームは絶対作ると思うけども、うん、まあ、絶対ではないというね、はい、それと東っていうのはシーズン負けてないし、はい、ただそういうピッチャーがシリーズで負ける可能性っていうのは結構あるんだよね。過去に言えば田中真央君が、はい、あ、シリーズで負けたとかね、はい、まあ、そういうことはあるし、山崎幸也、田島、はい、まあ、この辺りもある程度の失点は覚悟しながらオリックスの方は進めていくだろうし。あ、そうなんですね。やっぱりそうだよ。ただその大量点を取れるようなピッチャーじゃないよ、うん、まあ、1、2点だったり3点、まあ、3点を境の勝負になるかなっていうような感じになってくるじゃない、うん、はい、うん、そこは甲子園で投げるっていうことだよね、はい、まあ、そこの雰囲気で投げるっていうのは大変だと思うし、まあ、そうですね、うん、だから逆にまあ阪神の投手陣っていうのはおそらく甲子園に重きを置いてる部分っていうのはあると思う、うん、だから 1,2 戦は村上、はい、西勇輝でしょ、はい、で伊藤が残ってる、大竹が残ってる、はい、っていうことでしょ。残ってます、ね、だから一勝して帰ってこれるといいって思ってるみたいな、うん、じゃあこれ 3,4,5 は伊藤将司投手、大竹投手、才木投手とかぐらいに来ると思う。そしたら、はい、面白い日本シリーズだないや、そうなんですよ。西勇輝投手が、まあ、オリックスにもともといたので強セラで投げるっていうことで、どうやらこう固いマウンドでの練習を投球をやってるみたいなんですけれども、まあいろいろ準備はしてると思うけどね、うそういう準備はしてるけど、ただね、圧倒的に違うのは経験値なんだよ。オリックスは3年連続日本シリーズ、はい、阪神は久しぶりで、そういう経験した人が多分ほとんどいない。そうですね、うん、そうなってくるとこの経験値がどういうふうに出るかというね、うん、まあそういうところはこう考えるけどもね。あと中継ぎ陣ってどうですか。オリックスも阪神ももちろん中継ぎ出てくるパターンにはなると思うんですけれども、うん、そうなってきたときにこれ対策次第なんだよね。あ、オリックスと阪神の投手陣を比べたときに、うん、力のオリックスとコントロールの阪神って言えるんだよ、うん、はい、だからコントロールが勝つかパワーが勝つか、この戦いだと思うんだよね。面白いですね阪神のそのフォアボールを取れる力っていうのが、うん、1年間やってきたそういうものっていうのがなんか勝敗を分けそうな気がするんだよね、うん、はい、で阪神のピッチャーっていうのはほとんど無駄なことをしない、うん、そういう意味では力関係とすれば双璧だというふうに考えても、細かな部分でいうとやっぱ俺はコントロールが勝つと思ってる、うん、はい、そうだな、阪神有利かなっていうふうに、だから経験値がどういうふうに出るかね。あとはそこですよね、うん、で大きな舞台を踏んでるっていう選手が、うん、やっぱオリックスにはたくさんいる、ね、はい、まあ、WBC も含めて、うん、でピッチャーも含めてね、うん、だから修羅場をくぐってきた選手たちがやっぱチームを構成しているのと、あまり経験が豊富ではない、うん、この勢いの阪神と、うん、さあどう出るかというですよ、ね、今の子は、はい、その経験値ってのはあんまり関係ないからね、その舞台を楽しむというか、うん、承認欲求が強いために、はい、ここでやらなきゃっていつやるんだみたいな、うん、なんか楽しみにしてるような選手も阪神には多くいると思うし、ね、それと、はい、オリックスは負ける怖さを知ってるよね、うん、だからそこら辺でのプレッシャーがかかるのはやっぱオリックスだと思う。ヤクルトに負けた時があるし、はい、まあ、昨年は勝ったけど、うん、優勝しても負けるってこういうことなんだっていうことを知ってるのはオリックス、うん、だからそれだけにプレッシャーもかかるっていう可能性も強い、はい、ただ阪神の方はそのプレッシャーというよりも、うん、よしここで頑張ろうぜみたいな、うん、そういうある種開き直りというか、まあ、挑戦者ですね、思い切りというか、うんうん、だからそういうことを持てるのは阪神、うん、だからこの経験値がどう作用するか、はい、まあ、これも見ものだよ。豊さん的には第何戦目に注目ってあります？ここの第何戦目、まあ、やっぱり初戦だよね。初戦どういう戦い方をしていくのか、はい、で山本に対して耐久に行くのか、うん、それとももうとにかく自由に行けみたいなことで指示するのか、うん、で何を狙っていけとか何を見逃せとか、うん、そういう指示を出すのか出さないのか、はい、これはもう見てたら分かるからね。おー、いやそれは見てたら分かる。あ、そう
うなんですね、うん、で村上がどのぐらいの投球を見せて山本と双璧に渡り合えれば、はい、後半勝負になった時には、うん、また違った展開にはなってくるだろうし、だからまあ初戦は注目、それともう一つ言えば阪神の初戦に注目だ、甲子園戻った時、はい、3戦目のってことですね。 そうそれによってやっぱり DH 制が取れて、はい、どういう動きをオリックスが見せるのか、うん、オリックスがどういう対策を練ってくるのか甲子園に対してね、はい、だからまあそういうところも含めて面白いよね。そうですね、うん、いや本当に今年はね関西が暑くてですね、いや暑い暑い、これは同じ関西同士じゃないですか、うん、大阪と兵庫の、うん、甲子園球場だとほぼ阪神ファンになっちゃうんですか、でも京セラだとどういう現象になるのかな、逆にオリックスファンで埋め尽くされる、いやいやだって応援団の売る席はもうほとんど決まっちゃってるから、はい、一角しかいないんじゃない、お互いにの球場一角っていう感じなんですかね。だからクライマックスの時は福神漬けって言われてたからねカープのこと本当にうまいこと言うなと思ったのは、はい、黄色一色で、うんね、カレーで福神漬けって言われてたぐらい取ってつけたぐらいしかいなかったっていう、まあそうか、ホームになるとそうなっちゃいますもんね。そうなっちゃうんだよね。でも同じ関西のファンでどういう感じなのかなって、帰りの電車の中とか、まあまあね、でもまあ昔から関西にね、うん、あった球団だし、はい、伝統のある球団だからさ、うん、双方のファンだっていう人たちもいるよね。もちろんいますよ ねだから阪神が攻撃してるときは阪神の応援ね、オリックスが攻撃に移ればオリックスの応援だからまあ複雑な心境で応援してる人はたくさんいるんだろうね、関西ではね。そうですね、あとはね関西のね局の記者さんたちは大変だなっていう、うん、まあね本当だよなはい、思いですけれども、じゃあ豊さん、はい、最後にズバリ何勝何敗で、はい、どちらが日本一になる予想をお願いします。4勝2敗はい阪神優勝、わかりました。